も料金を払えば利用できるということです。実験では一般の利用がどのくらいあるかや公務での利用に支障がないかなどを調べることにしています。和光市資産戦略課の白川雅美課長は、一般と公務での利用を考えると利用する時間帯が分かれることが見込まれるので、どれくらいの需要があるのか見極めながら公用車が減らせるか考えていきたいと話しています。では気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の北東部といすみ川、茨城県の北部と六甲に、雪崩注意報が新潟県の上越に、乾燥注意報が千葉県、茨城県、栃木県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部晴れ時々曇りでしょう。関東地方北部晴れ夕方まで時々曇りの見込みです。伊豆諸島北部、伊豆諸島南部はともに曇り時々晴れでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆晴れでしょう。長野県北部晴れ時々曇り、ところにより夜遅く雪でしょう。長野県中部南部と山梨県は晴れ時々曇りでしょう。新潟県晴れのち曇り、夜遅く雪か雨でしょう。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。0時15分になります。